回してね。回したな。出していこうぜ。どうも武田でございます。皆さん山形に帰ってまいりました。今8月、まあ、中旬、まあ上旬ですね。お盆前ということで、私はちょっと早めに帰省させていただいて、今も TKT パパに撮ってもらってます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。お父さんが俺の学生時代のあらゆる動画を残してくれてたから、それが全部今お金に変わりました。僕のどうですか。そうだいずれ、はい、ということで、あの山形来てて、地元の天童の LD ソフトスタジアムなんですけれども、のサブグラウンドに来てます。今回の動画なんですけども、サブグラウンドで練習していくよっていう動画じゃなくて、サムネとタイトルを見ていただいた通りになっておりまして、こちらじゃじゃん、グライム SP3 ですね。こちらアディダスの現行で一番新しいスパイクになってるんですけれども、買わせていただきました。昨今ですね、厚底スパイク、アディダス、ナイキ、ミズノ、アシックスあたりの、まあオンとかもそうかな、やっぱなかなか買えないですよね。なんですけども、プライム SP3 に限りめちゃくちゃ買えます。これ皆さんめちゃくちゃ買えますので、ぜひ皆さんこの動画を見てね、気になった方はぜひチェックしてほしいんですけれども、実は SP2 の方を実は今まで結構使用してきまして、まあ、そちらでもね 100m では結果出してないんですけど、リレーの結果で SP2 でも結果を出してきましたので、アディダスのスパイクとしてすごいいいなって実感はあります。ある中で状態もこう上がってこない中で、新しいスパイク買ってどうなのかなと思ったんですけども、まあ久しぶりにね、自分の手で買って企業様からもらったりとかじゃなくて、今回ちゃんと買いましたから。皆さんこれいくらすると思う。お父さん2万5000円。2万5000円、惜しい。2万9700円。3万弱するわけですよ。高いね。高いね。でもお父さん、俺も高校ね、大学の時は2万ぐらいするの買ってもらってましたよ。実はありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。感謝します。まあということでこちら今回買ったんですけれども、もうまさにね、ネット購入の落とし穴じゃないですけれども、前のサイズが 25.5 で僕買ってたんですよ。このプライム SP2 の方は 25.5 で買ってて、変わらないだろうと思い 25.5 で購入したところ、ちょっとちっちゃかった。ちょっとちっちゃい。まあ返品とかもいろいろあったと思うんですけども、めんどくさいんでこのまま行きます。多分靴下脱いで履けばもういけるんで、そこは我慢しながらっていうところで行きたいと思います。サイズ感的なところは、皆さん購入するときはね、まあ、ネット購入でしか難しいっていう人も地域で多いと思うんで、配当していては言いにくいんですけど、あの気をつけてください。やっぱね、ね、これも3万する高い品物なので、できればね、店頭に履いてしっかり履くと、試すというところは忘れないでほしいなと思います。どうですかお父さん、これこのアディダススペシャル。はい、似合ってます。ありがとうございます、はい。片言だね、はい、じゃあ早速ウォーミングアップして、こちら実装試して履いていきたいなと思います。それでは早速行ってきます。よろしくお願いします。あれ、行きましょう、参りましょう。あ、それやってほしいの。はい、あ、わかりました。行きましょう、参りましょう、はい、何その笑い。行って止めていい。止めて大丈夫です。ダッシュで行こうぜ。アップがほとんど終了して早速履いていきます。こっちは楽なんだよな、楽に履けるで、サイズ感も悪くない形だと。プライム SP をこう1年ぐらい履かせていただいて感じてたのは、やっぱ最初履いた時はすごく癖があるスパイクだなっていうのはあってて、アップできる、ここいけた。はい、中足部分、まあ、前足部分からちょっと中足部分にかけてのここの厚みっていうのがちょっと違和感を感じる選手が多くて、僕も最初履いた時はそれはすごく感じました。ありがとうございます、アップ。でもなんか2回目履いた時から前足部分で設置するっていうのを意識すれば、中足部分の厚みの違和感っていうのはすごくなくなって、反発感とかもしっかりもらいながら走ることができたので、僕はそんな結局癖はないかなっていうのは感じてます。あ、でもめちゃきつって感じじゃないな。なんか前めっちゃきつかったんだけど、よかった、安心。でも裸足じゃないと履けないなっていうのはな、やだよな。この履き口がね、すごく履きづらいです。履きづらいけど、その後のフィット感はいいかなっていうのはあります。やっぱりね、履き口狭いとね、嫌だよっていう選手も結構いるんで、それはまあ好みかなっていうのはあります。フィット感を求めるのか履きやすさを求めるのか。さあ準備 OK、 いかがでしょう。いろんな人のレビュー見てた時に、プライム SP2、 これの前作のプライム SP2 よりなんかちょっと重く感じるって言ってたんですけど、僕はなんかこのフィット感が増したことによって軽く感じます。履いた感じ、台からすごく軽く感じました。で、あとこれはあれみたいですね、あのベノム。僕はベノムわかる。わからない。スパイダーマンみたいな。ああ、はいはい、黒いスパイダーマンみたいな。ああ、はいはい、それっぽいね。言わされてる、息子に YouTube で言わされてる。お父さん、ここもアップしてもらっていいですか、このつま先の方。はい、色が違う。そう、左右色が違うんです。フォルムはもう明らかにかっこいいな。原作のプライム
SP2 より、これからプライム SP3 のままなんだけど、アッパーの色が変わるというかモデルが変わるやつで、サッカーの Y3 というブランドがあるんですけど、アディダスの、そことコラボするプライム SP3 もこれから発売するっぽくて、今回 100m で優勝したノア・ライルズ選手とかもモデルは履いてました。プライム SP3 といえば、例えば 400m 日本新記録出した佐藤健太郎選手とかもこちらのスパイクを履いてますし、今回 200m でオリンピック準決勝行ったトワー君とかもこれは入ってます。そうやって結果を出している選手とかもこれを使用しているので、僕が語る必要はないかなと思うんですけど、一般レベルの僕が履いてどういう感覚なのかっていうのは皆さんにお伝えできたらと思います。ちょっとショートダッシュしてみます。軽い、潰してから帰ってくる反発がすごくて、今走っててびっくりした。加えてからここに上がってくる、だからその上がってきたやつをしっかり自分のハムとか大臀筋とかで押さえて押し込む力がないとどんどん浮いちゃうなっていうのが今、そのぐらい反発感が今すごかった。もう一回走る。反発感で言ったらマックスぐらいのちょっと下ぐらいかなっていうのは感じるけど、トップレベルの選手が履く分には多分どっち履いても申し分ないぐらいの反発感がすごい。プレートが固めなので、長めに履いてると測定の痛みはちょっと気になるかなっていうのはあります。なんですけど、プレートが硬いやつって扱うのがちょっと大変なんですよね。わかりやすく言えば癖があるというか。なんですけど、まあちょっと僕は1年間その前作を履いたので履き慣れてるところはちょっとあると思うんですけども、やっぱり鳴らしやすさ感はすごいある、十分ある。さらにもう一回走る。いいじゃないですか。でもなー、やっぱ高え、3万するんで、スパイク物としてはいいっていうのは皆さんにお勧めできるんですけど、値段の高さ、測定のちょっと怖さ、あとサイズ感ですね。僕はもうワンサイズ大きくてもよかったなと思うんですけど、まあ裸足履いたらちょうどよかったんですけど、結局まあね、抜群スパイク気になる点もう一つって言えば、コーナーの感じとかかなり気になってくると思うんで、最後200気持ちよく走って終わりたいなと思います。行こうぜ。23秒0、思ったより走れた。コーナーめちゃくちゃ走りやすいっすわ。コーナーちょっと出しすぎた、走りやすすぎて出しちゃいました。いいですね、プライム SP3。 厚底スパイク履いてコーナーの不安抱える選手結構多いと思うんで、その方には厚底の中でも履きやすい部類でおすすめできるかなっていうのはあります。どうでしょうか、お父さん、僕らしいよ。なんかコーナーはいっけね。最後なんだか遅くなったみたいな。遅い。いやいや、頑張ってた。いや、200取ったの初めてだもん。200取れなかったの。100m ばっかり。あそこの直線コース入ったところで少しちょっとアップすっかなと思ったから。それは俺はいいけど、視聴者さんが怒るんじゃない。ですね。ですね。プライム SP3 のレビュー動画でした。僕自身ずっと楽しみにしてて、ずっと履けなくて、ずっとってなったところ、今日いい条件の中走れて、なおかつショートダッシュでもすごくいい感じの感覚で履くことができたので、皆様に強くお勧めできるスパイクになったかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。本日の動画は以上になります。よいしょ、よいしょ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。